置いとく。見せてください。あ、間違った。サンマとポリカワと磯目つけてたんですけど、うん、磯目のとこ来ました。やっぱり磯目に来た。おお、やったね。いや、めっちゃ嬉しいです。もう急に釣りたかったね。あ、いかってかった。ね、サギより綺麗ですね。やっぱそこにいた。おめでとうございます。ありがとうございます、うん、やったやった、おはようございます。釣り深いです。今日は2019年2月16日土曜日です。場所は十勝の河口です。ただいまの時間は4時半ですね。テントもですね、我々来た時にはですね、もう7針くらいですか、あのテントが立ててありまして、夜釣りを楽しまれてですね、今日はおうちでコーヒーチャンネルさんと、来てます。先ほどですね、おうちでコーヒーチャンネルさんがですね、5回目のですね、表情でやっと初めて、キュウリを先ほど釣りました。よかったです。だいたいここはもう終盤にかかってきてるんですけど、結構今年は寒いので氷も厚いですね。基本的にはもうだいたいこの場所は終盤ということでですね、危険になるんで、あまり立ち入ることはなくなると思うんですけど、まあ、せいぜいできてあと1週間できるかできないかということではないかと思います。今日もですね、朝そうですね、だいたい8時か9時ぐらいまでやってですね、今日の釣りを終わりたいと思います。当たりはですね、小さな当たり来るんですけど、なかなかあの合わせる当たりがまだ来ないという状況です。最後の状況を保っています。今年はですね、例年に比べてあんまりあの数が釣れてないのかなということで、釣れ出すとですね、ものすごい数の人がここに来られますけど、先週もそうですけど、そんなにびっくりすることは人が来られてないのかなと思ってですね、それと数がですね、例年から少ないですね。本当は夜釣りやるかやるとですね、釣れ、まあまあ普通に釣れて100匹ぐらいは釣れるという状況なんですけど、夜釣りでも最近はそんなにたくさん釣れないということで、例年に比べると減少なのかなという気がしますけども、なんとか少し釣ってですね、買いたいと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。海の音が聞こえますよ。ここすぐ近くが大津の海です。晴れた日はですね、アイスキャンドルですか、まだまだあの綺麗なアイスキャンドルが見れるのかなというような気がしますけど、今度一度見に行ければなと思います。寒いですよ。これ見てください。これ
湯気がもんもんです。寒い。あ、なんか当たりした。当たりきてます。お、来た。来ましたよ。来ました、来ました。あ、当たりました。あ、いる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 、います。さあ、あ、あ、あれ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 、いるか。お、お、お、来た。キュウリ来た。キュウリ、キュウリ、やりました。キュウリ釣れましたよ。これはですね、地下の仕掛けにキュウリが来ました。じゃなくて、地下仕掛け、地下の仕掛けにキュウリが食いついてきましたね。いますね、います、います。やってやった。これで坊主は免れました。ね、この時間にして釣れなかったら本当悲しいですからね。地下です。